木の板作るのに。中に抜けばいいこれ、あ、穴開いてる。それの、ゴミ分がこれぐらいで、ちょうどこれ、捨てるとこに切ってくれてるんですよ。で、こうやってって、これを持つと、ちゃんと付箋で感覚ができるで。これ、すげえ。と思って、この板なんか、かなり使えそうじゃないって、これ穴開けて、プラズマの穴開けて、だからちょっとあれ、下のぶつかったやつの方が長いんで、ちょっと浮いちゃってるんですけど、これにこうやってドリルで穴開けて、当たったいけるって滝上で使えるってすごいね、まあ、すごいね、レールスイッチって絶対入れる、これ塗るのももうマジで泣いちゃったかけてこうやってずっと落ちたんですけど、大きいになってくる、6時間ぐらいかかるあコポンで売ってる下地材にするか、あるいは普通の形成ピンクでやるか、どうジェットとかっていうの教えてもらって、うん、まあ結局下地用の塗料らしいですね、これは。レーザーカットでやっぱりヤニが通しされたので、結構水性だから弾いちゃうよっていう話を聞いて、でなんか教えてもらったのジェットとかっていうやつがあるから、これをぬりぬりするといいよって、結局下地用の塗料なんだけどねって、これがもう一個黒い濃いグレーなんで、これが薄いよ。なんか全然変わってもいいやん。ちょっと下からの音が当たり。